はい。皆さん、こんにちは。えー、監督、脚本を務めております。成瀬雄星と申します。いつも、あの、本当に応援ありがとうございます。ね。 えー、というわけでもう頭のねてっぺんをもう見せてしまいましたすみませんお辞儀をしすぎて、えー、もう白髪がちょっとですね増えておりますけども、えーあのー、今まで映画を何本か撮らせていただきまして、えーね、この社会派青春シリーズという形で、まあ、毎年一本はやろうかななんて、えー、刺されるまではやろうかなと思ってはいるんですけどもお消費税をテーマにした「君たちはまだ長いトンネルの中」「それから縁、えー、の下のいみぐれ」という、ね、外国人労働者をテーマにした作品 を作ったんですけどもお次回作で、えーまあ、最新作があなんと発表されました <laughs> ねえー、一人で盛り上がっておりますけどもまああのーえー、テーマはですね奨、えー、学金というものをちょっと取り組んでみようかなと思います奨学金という言葉はですね皆さんまあ、あのー、ご存知でしょうかね、えーまあ、僕も大学実は行ってはいるんですけども奨、まあ、学金っていうのはまあちょっとこうね、えーまあ、多くは大学生、まあ、しかも大学生に、ね、半分 二人に一人は奨学金制度を今使っているというような状態でございまして、なんとなく奨学金ということをあ言葉の響きとしてあ、なんか良さげな学問を奨励するのかななんて思ってはいるんですけども、実はこれは、あのまあ、もちろんその給付型という形でこう、ね、その学生に与えることもあるんですけど、そうじゃなくて、えーこう 貸し付けというかね、まあまあ、要は学生ローンみたいなもんですよ。貸し付けて、えー、この、まあ、その学費を、文をこう、肩代わりするよという、そういうのが、まあ、ほとんどなんですね、日本の場合は。で、それをちょっと、まあ、あの、こう、やっぱり、それが足かせになってね、社会に出た時に、大変な思いをしながらっていうふうな、まあ、貸したものは返せよと。貸したものは返せよ、と、いそういうことを言う人もいます。ただね、あの、世の中、あの、まあ、 そういう構造を作り上げてしまってる状態が、まあそもそもどうなんだろうなっていうところで、ちょっとそこら辺を深掘りしてね、今の学生の子たち、今の若い子たちを、ちょっとまあ青春ストーリーとして、こう。 描いてみて。まあ、ちょっとどんな感じになるのかな？ということをちょっと、えー、勝負してみたいなともう全力で私人生をかけてです。また資材を投じてしまいましてですね。あのー、もうほぼお金がなくなってしまっても、このまま作品が作れないんじゃないかと思っております。けども、一応クラウドファンディングを実はそれで実施しております。えっ、ー、とこちらですねえー。威風堂々というタイトルで奨、えー、学金って言い方やめてもらっていいですか？っていうね、えー、そんなようなタイトルで。 今、やってるんですけども今キャンプファイヤーっていうところでクラウドファンディングをやってまして、それであのもし本当にちょっと応援してくださるという方がいましたらです、ねあの、ぜひご支援いただければなと思います。まあ、返礼品という形でちょっとね、えー、エンドロールに名前が載ったり、私と対談したりね、ね一緒に飲みに行きましょうみたいな、そんなこともあるんですけど、ちょっとまあ本当にあの正直、お金が、ね、ものすすごくかかるんです映画は、えー、と僕が倒れるわけにはいかないなと思って、まあ、本当にちょっとあの申し訳ないなっていう気持ちと、ただ、 あのこれ作れるの俺しかいねえなっていうそういう思いもありますからあのちょっとそういう意味で皆さんと,ちょっとぜひ一緒に広められたらなと思いますのでご協力のほどよろしくお願いしますそしてあの必ず夏には公開できるね状態にしますので全国に回りましたらまた皆さんとねお会いできればと思いますのでどうぞよろしくお願いします、えー、そんな動画を緊急に開けてしまいました、えー、成瀬優生でございましたでは